女神のいたずらで異世界の王子として第二の人生をエンジョイできるはずだった俺はあっさりと捨てられた。それでも偶然な出会いと壮大な勘違いによって拾われた。ラッキー。そんな俺の異世界ライフにも気がつくと大切なものが。この身をすべてあなたに捧げましょう。よろしくお願いします。もっとハルト様を喜ばせのか。友達尊い。寮内で盗賊による被害が頻発していた。後方から奇襲を受けてしまったのだ。アニエ様。おいおい、嘘だろ。待って、前世では思いもしなかった平穏な生活、大切なもの、それを守るためなら俺は正義の味方にでもなる。